フィアット124はイタリアの自動車メーカー、フィアットの乗用車である。このコーでは1966年から1985年まで製造された初代について説明する。1966年にそれまで生産されていた1300、1500の後継者種として発表された124は、 開発コードの1で始まる3桁の数字をそのまま、社名とする、新しいネーミングが与えられた初のモデルで、ほぼ同時期に社長に就任したジャンニー・アニエリの、就任後初のニューモデルであった。124は、何の装飾もないシンプルキュア箱型ノッチバックの、後輪駆動4ドアセダンであったが、軽量設計を特徴とし、トータルバランスに優れた。 軽快な小型ファミリーカーとして完成された製品であった。このクラスの実用車としては、ルノー8と並び、早くから4輪、ディスクブレーキが採用されたほか、リアサスペンションも固定軸ながら、コイルスプリングが採用されるなど、自流に半歩先んじた技術が採用されていた。1198cc のオフエンジンは、フェラーリの主任技術者。 アウレリオ・ランプレディによって新設計されたもので DOHC 化された発展系を含めランプレディエンジンまたはランプレディユニットと呼ばれる。なお、小型、軽量で高回転を許容する優れた設計であったこのエンジンはシリンダーヘッドを DOHC 化した高性能版が追加されて以降排気量の拡大や 全輪駆動車向けの予行企用の追加などを経て、1990年代までの約30年間、フィアットグループの多くの乗用車に搭載され、フィアットを代表する名機と位置づけられている。また、WRC においても、後術の124アバルトラリーに始まり、131アバルト、ラリー、ランチアラリー、ランチアデルタと数々の名車に搭載されて、 約20年の長きにわたり、第一戦で活躍を続け、数多くの栄冠を、フィアットグループにもたらした。1967年には、ヨーロッパカーオブザイヤーを受賞した。124には、その後、5ドアワゴン、高性能モデルのスペシャル、スポルトスパイダー、スポルトクーペが順次追加され、バリエーションを拡大した。 4ドアベルリーナ当初の 1197cc65 馬力の標準型に加え、1968年には排気量を 1438cc に拡大して70馬力としたスペシャルが追加された。外観も丸型4等式ヘッドライトが与えられ、標準型とは大きくイメージを変えた。同時にトップモデルとして、 スポルト系に使われていた DOHC エンジンを装備したスペシャル T も登場した。1970年にマイナーチェンジを受け、標準型はフロントグリルのパターン変更、スペシャル系は黒い樹脂製のフロントグリルに変更されて印象を改めた後、1972年に、 スペシャルティーのエンジンが同年生産中止となった125で用いられていた 1592cc95 馬力に変更された。その後は変更なく1974年まで生産された。日本へは登場直後から西欧自動車によって輸入されたが、あまりにシンプルな標準型は、外車イコール高級車という日本的価値観と相入れず、販売台数は、 ごく少なく、むしろ1967年に誕生した DOHC エンジン搭載の上級車種である125の方が販売の主力となり、124の輸入は早々に打ち切られた。しかし、一時中断したフィアットの輸入が1974年にロイヤルモータースによって再開された際には、すでに消滅していた125に変わって、 台北輸出仕様の124スペシャル T が導入され、1976年に 131S が輸入開始されるまで販売された。ただし、排気ガス対策で83馬力にパワーダウンした上、フニ合いに大きな衝撃吸収バンパーが装着され、オートマチック版画も存在しなかったため、販売台数はクーペやスパイダーよりも少なかった。 スポルトスパイダー1974年式スパイダー2004ドアが登場した1966年秋の鳥のショーに1959年以来生産されてきた1500、1600エスカブリオーレの後継者として同じビニンファリーナのデザイン、車体製作による2ドアスパイダーが登場し翌67年から発売された。シ,ャシーは ベルリーナとほぼ共通の設計ながら、ホイールベースが短縮されている。エンジンも当初から、タイミングベルトを用いた DOHC 形式が採用され、1438cc90 馬力を発揮した。この時点で、すでに4輪、ディスクブレーキ DOHC エンジン5速ギアボックスを、完備しており、先行するライバルのアルファロメオスパイダーを意識した。 非常に進歩的な設計と言える。また、ソフトトップの構造も独創的で、後部側面ガラスを有しており、ホロを畳む際に、ボディ内に収納されるようになっている。多くの二ドアオープンモデルの場合、ホロの後部側面は覆われるか、小さなビニール窓が設けられる程度で、後方視界が限られることが多いが、 側面後部ガラスを採用したことにより、運転時の実用性も確保されている。なお、狭いながらも、後部座席が設けられているほか、比較的大きなトランクスペースが確保されており、また、ライバルと目されるアルファロメオスパイダーに比べて、操作性に癖がないため、スポーツカーゼンとした見た目とは、対照的に、大衆車メーカーならではの堅実な設計によって高い。 実用性を有している。1970年にマイナーチェンジを受け、フロントグリルの衣装が横山からハニカムグリルに変更された。また、エンジンも従来の 1438cc に加えて、ボアアップした 1608cc110 馬力の高出力エンジンを搭載したモデルが追加されている。 この 124BS-1 はエンジンにウェーバー40 IDF 型キャブレターを2機搭載しており、このため従来フラットだったフロントフードにツインキャブレターとの干渉を防ぐためのパワーバルジが設けられている。1973年にはエンジン構造の一部見直しによりエンジン形式が124から132に改められるとともに、 1592cc106 馬力のモデルのみとなったが、1974年に排気量を拡大した 1756cc118 馬力版が追加された。1979年のマイナーチェンジでは、パワーウィンドウの追加、リアコンビネーションランプの大型化などの改良が行われたほか、ヨーロッパ使用者にも、台米輸出モデル同様の 衝撃吸収型大型バンパーを与えられ、厳しくなる、一方の排気ガス規制の対策のために、その出力は100馬力に抑えられた。しかしその後、排気量を 1995cc へと拡大して、ボッシュ射製燃料噴射装置を導入することで、110馬力となり、フィアットスパイダー2000の名称で販売された。また、1981年には、 ターボチャージャーを追加した、性能強化モデルが追加されたが、少数の生産にとどまった。1982年には、社名からフィアットが外され、ボディ製造を行っていた、カロッツェリア、ピニンファリーナのブランド名で、ピニンファリーナ2000スパイダーとして発売された。基本的な部分は、フィアットスパイダー2000と同じであるが、ピニンファリーナエンブレム、ドアノブ、 フロントフード及びトランクリッドの開閉機構、シート形状、ドア内張り、トノカバー取り付け方法、デジタル時計の追加、メーター周りの衣装、後部座席の廃止、メタリックカラーのボディロ、ホロのカラーバリエーション追加、14インチのアルミホイールなど、高級感の向上を基とした各種の変更が施され、1985年まで製造された。モデルバリエーションとしては、 ピニンファリーナ2000スパイダーヨーロッパ、ピニンファリーナ2000スパイダーアズーラに加えて、スーパーチャージャーを追加した135馬力エンジンと15インチの専用アルミホイールとフロントリップスポイラーを標準装備としてヨーロッパ向けに販売された VX がある。124スパイダーはデビュー当時からの基本的な外観と構造を維持した。 まま20年間を生き延び、累計生産台数は約15万台に達した。生産台数の過半は北米に輸出されたが、イタリア以外のヨーロッパ諸国でも多くの台数が販売され、比較的入手が容易な価格のイタリア製オープンスポーツカーとして、アルファスパイダーと人気を2分した。こうした事情から、 フィアットの旧車では2代目500とともに2015年現在でも容易に多くの補修部品を入手できる。日本においては台米輸出使用者を中心に継続的に輸入販売が行われてきたが西欧自動車、西部自動車販売、ロイヤルモータース、東方モーターズ、近鉄モータースと輸入代理店がたびたび交代したこともあって販売台数が限られ、 アルファスパイダーと比べると知名度は決して高くない。スポルトクーペ後期型クーペスパイダー登場の翌年である1967年2度は4座のスポルトクーペが追加された。デザインはフィアット自社チームの作品である。エンジンはスパイダーと共通の DOHC1438cc が搭載された。初期型は丸型二等式ヘッドライトを持ち、 車台番号の頭文字が AC で始まるが、軽量で最も操縦性に優れていたとされる。1970年にマイナーチェンジを受けて、丸型四等式ヘッドライトとなり、フェンダーラインが低められ、テールライトのデザインも変更され、車台番号の頭文字が BC となった。内装では初期型のウッド調のステアリングホイールや、ダッシュパネルが黒一式に改められた。 エンジン排気量は、同時期のスパイダー同様 1608cc に拡大され、動力性能は向上したものの、リアサスペンションからはスタビライザーが外され、セッティングもソフトになり、ロードホールディングは逆に低下した。1973年には、サイドの変更を受け、車台番号の頭文字が cc となり、サスペンションのセッティングは元に戻され、 DOHC エンジンは 1592cc と 1756cc の2本立てとなった。トランクリッドはバンパー上から開くようになり、テールライトは縦型となり、ダッシュボードも刷新された。しかしフロントグリルやバンパーが大型化され、サイドモールなども追加されるなどした結果、従来の清楚な雰囲気は大きく損なわれた。 比較的低価格で軽快なスポーティーカーとして1960年代末から1970年代初頭の日本でも人気があり、西欧自動車、西武自動車販売、ロイヤルモータースによって輸入された。クーペの生産台数は初期型が約11万3000台、中期型が約9万8000台、後期型が約7万5000台であった。 ラーダ2101ジグリ、ラーダ2105ジグリ、ラーダ 2107M プレミア 118NE セアト124トファシェムラット124旧ソビエト連邦やインド、トルコや大韓民国などの発展途上国を中心に、世界各国で大規模に、ライセンス生産、ノックダウン生産され、オリジナルの発売から46年を数える2012年まで、生産継続された。 特に旧ソビエト連邦及びその解体後のロシアにおいてラーダバズ -2101 の名で生産された台数は膨大なものとなり124シリーズの累計生産台数は1500万台を超えていると言われる。これは2100万台以上が生産された VW ビートルには及ばないもののフォードモデル T に匹敵する同一モデル生産台数である。 ソビエト連邦をロシア1966年にフィアットはソビエト連邦のトリヤッチ市にあるバズ自動車工場の建設に出資したこの背景にはイタリア共産党をはじめとする左翼勢力の影響力が強かった当時のイタリア政府の新素政策が存在していた同工場は1970年に完成し124のライセンス生産版であるジグリ ロシア語のの生産が開始された。当時としては最新型に近い同車はソビエト連邦での生産に合わせてモンキーモデル化されていたものの、それまでのソ連製乗用車と比較すると非常に進歩的な設計で車種の選択肢が限られる。共産圏では最良レベルの小型車であったため、ソ連国内では圧倒的なシェアを獲得することになった。 さらに低価格を武器に、東西ヨーロッパ各国に、ラーダ BA3 から2101、後に、ラーダ1200という名で大量に輸出された。この輸出は、フィアットの承認を得た上での販売である。また、一部のモデルは、ロータリーエンジンを搭載し、主に交通取り締まり用のパトカーとして使われた。外装を中心とした、マイナーチェンジが数度にわたり、 行われたものの、ほぼオリジナルの124のままでの生産は1984年まで続き、この頃になると、ラーダの名は、西ヨーロッパにおいては、球体化した、設計、不十分な安全性、快適装備の欠如、低い生産品質の代名詞的な存在となっていた。それでもなお圧倒的な低価格と維持費の安さを、売り物に、ソビエト連邦の衛星国や、 友好国を中心とした東、ヨーロッパやアフリカ諸国のみならず、西ヨーロッパや北ヨーロッパ諸国などにおいても一定の売れ行きを示し、ソ連にとって貴重な外貨の獲得に貢献した。その後、主にフロントリアのデザインが変更されて、ラーダ2104、2105、2107となったが、バズでの生産は1991年のソビエト連邦の崩壊と、 ロシア復活後の自由経済の導入後も続行され、累計台数は2008年の時点ですでに1400万台以上に達していた。しかし、ロシア国内においても外国メーカーのモデルが生産されるなど競争が激化され、販売台数が急減したことを受け、2012年4月17日にイジェフスク自動車工場での2107の製造が、 終了し、これをもって、フィアット124をベースとする、クラシックシリーズは42年の歴史に幕を閉じた。インドインドではプレミアによって1986年から、プレミア 118NE として、生産開始された。同社はそれまで1960年代初期の 1100D を生産していたのでその世代交代版となる。外観は、 格型ヘッドライト以外1966年のデビューオリジナルに近いがエンジンは日産 AA12 型に換装されていた1986年当時のインドでは最も設計年次が新しい乗用車であったのでデビュー当初は人気車種となったがその後の経済改革で新型車が次々に輸入現地生産されるようになると需要は 急激に落ち込み、2001年には生産中止となった。スペイン・スペインではセアトによって1968年から1980年まで、セアト124として生産された。4ドアベルリーナ5ドアワゴンに加え、スポルト系としては、イタリア国外では唯一、BC、CC 系のスポルトクーペも1970年から1975年まで生産された。 トルコトルコでは、トファッシュによって、トファッシュムラット124の名前で1971年から1977年まで134,867台生産された。韓国韓国では、アジア自動車が1970年から1975年まで、フィアット124として生産した。エジプトに0 0 2年から現在まで、 ラーダエジプト社が124ベースのラーダ 2104K をライセンス生産している。CKD 生産ブルガリアではピリンフィアットの名で1967年から1971年までノックダウン生産されたほか、マレーシアでも124スペシャルが現地組み立てされていた。ありがとうございます。